どうもこんにちは、ナムです。今日もランクマ戦以内目指してやっていきたいと思います。でこの撮影をしているのが1月の25日木曜日、シーズンが終わるまであと1週間の状態で、この現在の順位がこちら2万7000円でございます。はい。で1週間のうちにね、この2万7000円を1000円以内まで上げていきたいと思います。で昨日の動画で今シーズンこの6体でいくよっていう動画を上げたんですけど、今日からは一体一体にピックアップして紹介していきたいと思います。で、今日紹介するポケモンがこちら、ウーラオスでございます。はい。で、このウーラオスはですね、前シーズン4位の方が使っていたウーラオスをそのままパクってきて、パンチグローブの電気テラス、そして技構成がこんな感じです。はい。まあ、主にですね、今最近流行っている威嚇とか、電磁波とか、ゴツメとかに対して強く出れるということなのでね、まあ、そういう外役系のポケモンたちをね、逆手に取ってボコしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、対戦相手の方見つけました。大輝さん、対戦の方お願いいたします。まあ、ここはまあ一応、オーガポンから入って、今日の主役、ラオスで、あとは全体的に仕事ができそうなハバカミで、この3体でいきたいと思います。はい、初手はガモスか。初手ガモスなのであれば、こちらは一応ガポンなんで、ガンプーで4倍弱点をつけると。まあ一応ガンプーから入りますか。オッケー。お、こっちの方が早い。あ、いや、強っ。あー、でしょ？だって、超前してもどうせね、まだこっちの方早いんで、多分ここ変えてくるにしても、テラスタウンにしても、ツタコンで多分いいと思う。ああ、さすがに切ってきましたね。この辺さすがに相手舐めすぎでしょ。さあ、ここへ出てきたのはオーガポン。まあ、ぶっちゃけ今も多分ガンプーでいいんですよね。相手、あ、テラスタウンしてきた。相手ね、多分まあ、火力に振ってても多分、いや、耐えそうな気がするんだよな。うちのガポンは耐久がっちりなんで、あれでしょ？ツタコンでしょ？まあ、うちのガポンの、まあ、耐久ってやつを見せてあげましょう。まずですね、このくらいと、ブロー、お前、ああ、よく当てた。まあ、これで相手電光石火あったら元も子もない話なんですけど、まあ、ない前提で動きます。はい。まあ、あったとしても次ラオスでボコボコにできるんで、ここガンプでいいでしょう。さあ、あ、ニードルガードで、ここ多分アンコールでいいんじゃない？あ、でね、はい、アンコール、ヘイ、アンコール、ヘイ。あれ、どうした？ニードルガード？いろんなポケモンに強く出るようにガンプーから行きましょう。結局今日ガンプーしかした記憶ないんですけど、あ、さすがに、さすがに引っ込めたと。さあ、ここに出てきたのはサーフゴ。サーフゴは何サーフゴかによるんだよな。まあ、マントではない。まあ、多分こだわってんのかな。まあ、ここは素直にツタコンから入ります。はい。オッケー、こっちの方が早い。さすがに飛ぶんじゃないこれ。あー、耐えたか。さすがに耐えたか。あー、電磁波叩き目系男子だったら、多分まあ、多分違うな。5つ目とかか。まあ、ここはもうラオスで行きます。はい。まあ、どっちにしろ、ここは水流連打でね、落ちるので、次も多分ね、悪事で多分飛ぶんでね、相手別に。あ、待って。待って、思ったよりか相手 HP 残ってたな。相手ツタコンできそうな気がするんで、テラスターは相手しないで水流連打で行きます。はい。あ、じゃあでか、あ、でかい。まあね、こういうことです。皆さん、前シーズン4位の方のウーラオスは、あの、ジャイツクに避けるんで、多分ジャイツクの命中率がラオスだけ、確か 70% ぐらいなんで、ぜひ使ってみてください。それでは2戦目の方いきます。はい、対戦相手の方は見つかりました。みかんさん、対戦の方お願いいたします。で、さ、これ実はですね、実質3試合目なんですけど、2戦目の方は、あの、ラオス以外のやつらがボコボコにしすぎて勝っちゃったんで、これを実質2戦目としてやっていきたいと思います。で、ここはですね、まあ、相手のやつはキモいの多いな。まあ、ここはガポンから入って、まあ、今日の主役、ラオス。で、あとは全、ランドめっちゃ仕事するんじゃない？多分これ、ランド、相手マリルリ以外には多分仕事するんですよね。この3体でいきます。待って、相手ちょっと可愛くね？相手ブリージャーズか。さあさあさあ、まあ、勝ったらね、付き合ってもらいたいと思います。まあ、ここ素直にツタコンから入りますか？相手多分ステロとかから来ると思うんで、ここはまあアンコールでいいんじゃないかなと思ってる。さあどうだ。あ、電磁波は違う。ちょっとそれは話が変わってくるね。どうしよう。これはですね、当初の予定より非常にまずい事態になってるんですけど、まあ、だとしても一回アンコでいっか。てか、アンコの PP 上げるの忘れて、ああ、ステロか。オッケー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 。当ててくれよ。ここ大事だよ。大事。オッケー、最高ですね。さあ、はい、アンコール、はい、アンコール。で、まあこれ、引いてきても引いてこなくても、多分、ガンプーガンパじゃないでしょ？多分、突っ張れば上から動ける、イェッハーみたいな感じだと思うんで、ここ、ガン、当てろよ、お前。違うじゃん。電磁波でもおかしいけど、おばあちゃん。お前、マジで当てろよ。アンコール、何の意味もなくなるからな。
いや、まあ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 素早さで下がると、でこれもう一回眼風で OKOK、 よしよしよし、なんで 95% でこんなドキドキしなきゃいけないんだよ。はい、これで完全に逆転したんですけど、相手のアンコールが切れたんで、多分ねアンコール読みで返ってくると思うんで、ツタコンから入ります。はい、あ、引っ込めた。さあ誰来る。うわ、押すか押すか、てめえお前、頼む頼む。 OK、 急所当てろお前、こいつ物理耐久結構ないからいい感じだけど、まあ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 、さあ相手はそのまま突っ張ってきた。まあ一応多分ね、メガネとかスカーフとか多分こだわってる系が多いんで、それだと思うんですけど、さあ何来る。さあ、OK、ラスターパンチだったらまだいいや。どのくらい入るかな。あ、メガネですね、これは。おっと、特防下がるのはちょっと話変わってくるぞ、これは。これはちょっと非常にまずい事態なんですけど、これ、鋼テラストンボで、石でもこいつ、倒したいですね。ちょっとラオスが重すぎるんで、頼むよ。耐えるよ、さすがに。いや、耐えるよ、もう。ハンドゲーム ?OK、OK、だよ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 、OK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 。さあ、トンボでどのくらい入る。うわ、最高いよ。マジか。ここはラオス出して、相手のブリジアスを牽制していきましょう。はい。多分さすがに、うわ、インファは嫌。いや、マジ出てくんのお前。出てくんのよ。やめてくれよ、盗撮。で、なれば相手、まあ、一回ガポンアンコールでじわじわいじりたいと思います。はい。あ、テラストしてきた。何テラ？あ、格闘、あ、ボディプレを意地でも火力上げると。あ、これはでかいぞ。このままいいんじゃないか、逆に。もう最高ですね。そっか、電磁波か、そっかそっかそっか。さあ、アンコールで縛っとけばよくね。わ、あ、こっちの方早い。え、こっちの方早い。あ、相手ドラテですね。あ、これやばいぞ。ここ相手突っ張ってきたら、でかい。どうだ、帰ってくるかな。あ、引っ込めたか、さすがに引っ込めたか。誰来る。あ、マディルにいるのか。マディルにいないかと思ってた。いるんだ、お前。じゃあここ地震でいいわ。超えてきたらでかいし、そう、悪事で倒される分には。で、ここラオス出したけどどうだ。まあ、ここ雷パンチで入るか。もう相手テラスターしてくれてるんで、もう水流連打が普通に入るんですよ。あ、でかい。ワンチャン麻痺ってしびれ、あ、さすがになかった。うお、耐えた。危ない。あ、待って、いや、悪事で、悪事耐えるよな、お前。てか耐えるよ、悪事系耐えるよ、お前。頼むよ。引っ込めと、これはでかいぞ。ワンチャンまひれ、ワンチャンまひれ。さすがにまひんないか。どうだ、チュッパーは引かないか。ちなみにあのマディルディは残す意味あったのかって、ちょっといささか疑問ではあるんですけど、ここは水流から入ります。はい、さすがにダメージ入んないんで、ここは水流でちょっとでも稼ぐと。 OK、 これはまあボディプレイでしょ。でもうぶっちゃけぶっちゃけ、頼むよ頼むよ、ガポン、お前にかけ、いや待って、ちょっと捨てろ、痛いな。頼むよお前、ボディペ、いや耐えないかな、頼むよ。耐えてツタコン急所で倒す、頼むよ。耐えろよ耐えろよ、もう頑張って。ランクマ戦になりきます。高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。